く？あそこ、不思議、誰かいる。湯原先輩、母ちゃん、久しぶり。あなたは？あなた、だなんて他人行儀だね。お前の恋人じゃないか。湯原先輩。やあクロエ、元気だった？こいつ、湯原先輩じゃない。その方が都合がいいよな。好きな女の彼氏なんて登場してほしくなかったよな。もう一人の母ちゃん、なんだ。ああ、やっぱり俺の彼女は察しがいいね。さすがだよ。残念だったね、クロエ。せっかくこいつと二人っきりになれると思ったのに、とんだ邪魔が入っちゃったよね。邪魔って、どういうことですか？とぼけんなって。完全体の方はもう全然使えなくなってんだよね。自分の恋人がちょっと他の男に心が動いてるってだけでね。ああ、気にしなくてもいいんだよ。光一はずっと知ってたんだから。分かってて君を縛りつけてた。弱い男だよね。弱すぎてああいうアンバランスな形になっちゃったから。だからバランスを保つために光一は他の場所に助け。おい、お前いい加減に。どうやって責任取ってくれるのかな。光一がこんな風になっちゃったのはお前のせいだ。それはお前が光一を壊したんだ。こんな奴の言うことなんか聞いちゃダメだ。和也くん、湯原先輩のことは君のせいじゃない。こいつの言うことはデタラメだよ。いいのかな、そんなこと言って。君がこいつに近づいた、
高一はますます傷つくんじゃないのかな。黙れ。これ以上苦しめるようなことを言ったらただじゃおかないぞ。どうぞご自由に。下がってて。和也くん、私もじっとなんかしていられないよ。和也くんが戦うなら私も戦う。わかった。負けるわけにはいかない。行くよ和也くん。うん、一気に決めるよ。一撃必殺。ここは一旦引いてあげるよ。こうちゃん。頭が痛い。湯原先輩。歩ける？ああ、なんとか。ひとまず東屋に戻ろう。湯原先輩、手を。悪いな。こうちゃん、和也くん、私は後から東屋に行くね。早川先輩にこうちゃんを助け出せたことを伝えなくちゃ。わかった。一人で大丈夫？うん、先輩は多分そう遠くないところにいるはずだと思う。気をつけて。すまない。こうちゃん、俺さ、俺、どうやって責任取ってくれるのかな。高一がこんな風になっちゃったのはお前のせいだ。それはお前が高一を壊したんだ。
何やってんの。危ないところだったね。ありがとう。あの、話してほしいんだけど。いいじゃん、助けてあげたんだから。たまには俺にも優しくしてよ。あの、もう大丈夫だから。本当に大丈夫なのかな。へこんでたんだろ。悩みの種は、お前に甘えかかってばっかの光一と、お前を守りきれないだらしねえカスヤってとこだろ。そんな不思議そうな顔で俺を見んなよ。俺だってカズヤの一部だし。カズヤ、ほんと役に立たねえな。優しいだけでさ。こうやってあんたがこんなに悲しい思いしてるのも分かってねえぜ。あいつ鈍感だし。そんなことない、これは私の問題だから。好きな女の問題は自分の問題だろ。ねえ、あんなやつやめて俺のもんになろうよ。前も言ったけどさ、結構本気で。そんなことできるわけない。俺もカズヤだよ。そんなに俺のこと嫌い。俺のことは好きにはなってくれないのかな。和也君。ねえ、俺本当に君のことが好き。考えて、少しでいいか、俺のこと。キスしちゃった。あ、誰か来た。え？早川先輩だ。残念。じゃあね。
あ、先輩。あれ、誰かいなかった？あ、いえ、誰も。あれ、クロエは？あ、コウちゃんが見つかったんです。カズヤ君、コウちゃんを連れて先にアズマヤに戻っていて。そうか、見つかったのか。よかったな、俺たちも戻ろう。はい。コウチ、大丈夫か？ああ、悪いな。少し横になっていれば大丈夫だから。私、タオルを濡らしてくる。俺が行ってくる。君はここにいて。ありがとう。更衣室の洗面所は確か、あ、こっちだったな。よう。お前、と、今は手出さねえよ。まだこんなところでうろうろしてたのか。あの女、利用できそうだからな。あの女って、まさか。お前、あの女の言うことなら何でも聞くだろう。彼女に手を出したら殺すぞ。怖い怖い。